モーターグライダー、モーターグライダーとは動力を持ったグライダーである。日本の航空法では動力か空気と表記される。日本では略してモグラとも呼ばれる。動力を持ったないグライダーはデトロニムでピュアグライダーと呼ばれる。ピュアグライダーは動力を持った飛行機、自動車やウインチに栄光されて離陸し、 高度を獲得するが、上昇気流に乗れなければ数分で飛行が終わってしまう。上昇気流を見つけられない場合を考慮すると離陸した、滑空場から等でもできない。また場外離着陸場は限られており、離陸に地上の設備や他人が必要となるなど、現実の滑空は、気象、地理条件、地上設備や他人の都合に大きく依存していた。 モーターグライダーはこれらの問題を解決する手段として登場した。グライダーが動力を持つため、滑空中に高度が下がってきたら再度上昇を繰り返すことで、理論上は動力が使える間は対空し続けることが可能である。また極技飛行の際に高度を稼ぐことも容易となった。動力は小型のピストンエンジンでプロペラを回転させるのが一般的であるが、 一部にベンケルエンジンや電気モーター、高級機には小型のジェットエンジンを備えたジェットグライダーもある。格納時の性能はピュアグライダーとほとんど変わらないが重量が増加しているため性能はやや劣る。プロペラ式の場合、小型プロペラ機のように機種にあるものや機体上部に支柱を備えるものがある。格納式のものはプロペラや支柱を格納することで 空気抵抗を軽減することができるが、格納機構を備えるため重量が増加する。格納式のモーターグライダーは、記録を目的とした距離飛行にも用いられ、プロペラを格納した状態で飛行し場外着陸の恐れがある場合に動力を用いて上昇し、場外着陸を避ける。動力を使った場合には、ピュアグライダーとしての距離飛行の記録は認められない。メーカーは、 ピュアグライダーのバリエーションとして、性能ごとに用意している場合も多い。他に頼らなくても離陸できる、モーターグライダー。セルフランチとも呼ばれる。上空では、ピュアグライダーとして飛行でき、エンジンを上空で再始動し上昇できる。地上から上昇するだけの水力を得るエンジンを必要とするため、後日のサステナー機と比べ効果で、来年期間では、 バッテリーとスターターモーターを搭載するため若干重い。ピュアグライダーと同じく車輪が中央にしかない機体が多いが、ハンドル操作可能な車輪とよく単に小さな車輪がついており、飛行機と同じ容量で発光でできる機体もある。動力を最上昇のみに使うもの、ターボとも呼ばれる、自力発光型よりも軽量、安価である。内燃機関の場合は、 スターターモーターではなく、プロペラに当たる風を利用して始動し、出力を調整するスロットルもない機体が多い。単発プロペラ機と同じ形状で、グライダー単独で発行するものは、ツーリングモーターグライダース、TMG と呼ばれる。エンジンは八十から百馬力程度で、巡航速度は時速百五十キロメートルから二百キロメートル、航続距離は六百キロメートルから千五百キロメートル。 ほどである。プロペラと大きな固定脚等が空気抵抗になるため、滑空比は20から30程度とピュアグライダー、滑空比30から70程度より悪い。全幅は11から18メートルほどと、標準的なグライダー、15から18メートルと同程度である。車輪は固定足が多く通常の飛行機と同じようタキシングが行える。 上空でエンジンを停止した際の滑空性能を通常のプロペラ機より高めたものとも言える。TMG の中には機体後方に栄光装置を付けられ他のグライダーを栄光できるものもある。ただしエンジンパワーがより強力でなければならないので価格が上昇する。TMG が競技に使われることは他のグライダーを栄光する以外には滅多にない。TMG は 自力で上昇できる代償として、滑空性能が低下しており、純粋に滑空を楽しみたいものには不評であった。このため空気抵抗を低減するためプロペラを格納できるようした機体が登場した。格納場所は座席後方の機体上部が多い。格納状態では段差や隙間がないよう工夫されている。 モーターグライダーでは主流である。エンジンはプロペラを支える支柱の髪型についているものと胴体内部の根元についていてベルト等で駆動するものがある。最近の機体では騒音と空気抵抗現象のため胴体内部についているものがいる。プロペラは2枚のものと格納時に重ね合わせるように中央で折りたためる3枚以上のプロペラを持ったものがある。重量軽減と 小スペースを優先しとした機体も存在する。数は少ないがプロペラを電動モーターで回すタイプも存在する。利点としては電子制御により回転数を細かく制御できる、暖気運転は不要、反応が早い、排気ガスが発生しない、振動が少ないなどである。欠点として電池は出力が低下しても重量が変わらないためデッドウェイトとなる電池の性能は 温度の影響を受ける、軽量、高性能な電池は、効果などである。プロペラに風を当て電力回生を行うことも、可能であり、小型飛行機による実験が行われている。安定して動作する小型のジェットエンジンが登場した、ことにより、モーターグライダー用のエンジンとして使われるようになった。プロペラ式と同じく機体上部に搭載するが、排気や、 気流の乱れを避けるため尾翼を V 字にしている機体もある。動力を有する航空機であり、工学的には飛行機の位置形態とみなすこともできる。しかし滑空が主目的であるため、操縦資格は日本を含め多くの国で滑空機と同系統であり、飛行機より手軽に取得することができる。飛行機の燃料は、 航空用ガソリンやジェット燃料などの対応燃料の使用が法律で規定されているが、日本では自動車用ガソリンが許可されているため、飛行機より割安となる。日本の航空法におけるモーターグライダーの定義は以下のようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。